ナラーティップ・ポンプラ・バン・シンノは、太陽国の外交官である。日本においては、モムチャオ・ワンワイタヤー・コーン・ワラワンの名が有名で、ワラワン殿下、ワン殿下などと称された。ラーマ四世の子息である、ワラワナー・コーン・シンノーの息子である、ワンワイタヤー・コーンは1891年バンコク、生まれ、生まれた時には、モムチャオくらいの王族であった。幼少期をバンコクで過ごした後、 マールボロカレッジで5年間学ぶ。1910年からはオックスフォード大学で文学を学び、その後パリに渡ってパリ大学で外交学を勉強した。卒業後は中仏大使館で勤務、帰国後は外務省で働き国際連盟の役員に就任。1929年には中英史講師を務めた。1931年には シュラーロンコーン大学文学部教授となり、外務省の顧問を兼任した。1932年に起こった立憲革命では王族がのきなみ国外に逃げるなどしたが、ワンワイタヤーコーンはその教養の高さと、温和な性格から新政府内でも地位を保守した。その後は、欧米列強との不平等条約改正などを、精力的に行い、その努力が認められ、 ピブンソン・クラーム内閣では外相を務めている。1939年9月20日、モームチャオクライの王族から、ワンワイタヤーコーン新王に格上げされた。大東亜会議に参加した、各国首脳。左から、バーモー、長経経、王朝明、東条秀樹、ワンワイタヤーコーン新王、ホセラウレル、スバスチャンドラボース中介役を、 日本政府が務める1941年の大仏国境紛争の講和会議東京会議では東京条約を締結2年後の大東和会議にはピブン分ケ病を使って欠席したため大役として会議に出席この年の10月15日にはプラチャオオラオントゥプラオンチャオくらいの王族に昇格した1952年には外務大臣を務め5月5日には ラーマ旧姓により、クロムに上され、ナラーティップ・ポンプラパン親王の名称を与えられた。1956年に国連代表として第11回国連総会の議長を務めた。1959年には一連の軍事政権、サリット政権、他の無政権下では副首相に任命される一方で1971年までタンマサート大学の学長を務めた。 このほかコロンビア大学の名誉教授なども務めた。また、憲法、革命、クーデターなどの大語における語彙を作り出した人物でも、ある。ありがとうございます。